ロイドノートスクールではご利用開始までにこれらの4つの作業が必要となります。それぞれの作業についてご説明をいたします。先生 ID の登録配布方法についてご説明をします。先生 ID はこちらの先生ボタンから登録することができます。 Excel 一括処理から新規登録を選択します。 Excel ファイルのひな型をダウンロードします。こちらが先生 ID 登録のためのひな型ファイルとなっています。こちらに先生の氏名、ユーザー ID を入力してください。先生のユーザー ID は名字のローマ字での登録を推奨いたします。入力が終わりましたら、入力の完了したファイルを選択してインポート開始を押してください。内容を確認した上でインポートボタンを押してください。今すぐ印刷のボタンから各先生方の ID とパスワードを印刷することができます。このようなページが作成されて ID とパスワードを印刷することができます。印刷した各先生方の ID を配布してご利用を開始してください。生徒 ID の登録配布方法についてご説明をします。管理メニューの生徒ボタンを選択します。 Excel 一括処理新規登録を選択します。 Excel ファイルのひな型をダウンロードを選択します。こちらが生徒データ登録用のひな型ファイルになっています。学年、国、氏名、そしてユーザー ID を入力してください。生徒のユーザー ID につきましては、入学年度プラス投資番号のような在学中を通して使用可能なものをお勧めいたします。入力が終わりましたら、ファイルを選択から入力の終わったファイルを選択していただいて、インポート開始を押してください。クラスの開始日、終了日を決定してください。所属クラスが公開されるのはクラスの開始日からとなっています。内容を確認した後、インポートボタンを押してください。今すぐ印刷ボタンを押してください。このように生徒の ID とパスワードが書かれたものが作成されます。各用紙を印刷をして生徒に ID とパスワードを連絡してください。授業登録の方法についてご説明をします。ロイドノートスクールではあらかじめ授業を登録してから利用します。授業には授業に参加する生徒の集団であるクラスと担当する先生を登録します。授業ごとにノート、提出箱、資料箱などが仕分けされます。授業は管理者が登録をすることも可能ですが、個別の先生が登録することも可能です。また通常のクラスのメンバーとは異なる選択授業も作成が可能です。管理メニューから授業を登録する際にはこちらの授業ボタンをご利用ください。インポートからExcel ファイルで授業を一括登録することも可能です。各授業担当者が授業を追加する場合には授業選択画面で授業の追加のボタンを触ってください。ここから授業を作成することができるようになっています。選択授業の作成方法につきましてはマニュアルをご参照ください。 Web フィルタリングなどの設定についてご説明をします。 Web フィルタリングの設定、年次処理、ログイン方法の設定などはこちらの設定ボタンからお願いをします。管理メニューについてご不明点がある場合にはこちらのサポートをご利用ください。管理者はこちらのボタンからマニュアルを参照することができるようになっています。個別でお問い合わせをされる場合にはこちらのお問い合わせボタンをご利用ください。受付時間は平日の9時から18時までとなっております。